Felix.逃げない。戦うんだ。今回の旅で俺たちは生まれ変わる。そうだろ。まさかあいつを倒す気？そんなことは。いや、できる。何でもできるさ。僕たちムツゴが力を合わせれば。 己の力を信じるんだ。やるか。本気出すか。見せてやろうぜ。 Thank you.
それでも僕たちは諦めなかった。今回の旅でどうしても手に入れたいものがあったんだ。それはキラキラフルーツ。この世のどこかに存在するという幻の果実、食べたものはたとえどんな人間であろうと必ずキラキラと光り輝くことができるという。モテる、人気者になれる、注目される、成功できる、つまりキラキラできる。はい、せーの、キラ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 。今回の旅で僕たちは生まれ変わり、かつてない姿を見せるだろう。あのクソみたいな日常に終止符を打つんだ。どんな困難や苦労があろうとも絶対に諦めない。いつもの俺たちとは違う。見るがいい、俺たちの本気を。どうする？帰る？どこ行くの？しょんべん。あ、俺も行く。僕も。来たねおい。なんだよ、びっくりするだろ。重始末、なんかいた。は？なんもいねえし。いたの？最悪、ちょっとかかったし。日頃の行いが悪いからだよ。謝れよ。ちょっと！こんにちは。あ！ねえ、どこに行くの？君は誰？僕中始末。ねえ！重始末、どこだ？重始末、見つからないね。置いてこっか。おい。うわー！逃げろー！なんかいっぱいいる！市松兄さん！どうしたってことます？わかんない、なんかトッティのトッティにすげえ興味持ってくんだけど。おい、すげえ集まってきたぞ。
どこに連れて行くんだよ。わからん。ねえ、さっきからすげえせがんでくんだけど。見せてあげなよ。抜けてるわ。あ？抜けてる。まさかこんなことで仲良くなれるとは。よかった。ほんといい旅になったよね。もう思い残すことは何もない。そうだね。何してんのこれ。え、満足しちゃダメでしょ。今回の目的はキラキラフルーツ。キラキラフルーツなんすかそれ。忘れてんじゃねえよバカタレ。どこにあるんだろう。僕が集めた情報だとこの近くにあるはずなんだけど。あいつら知らないかな。聞いてみよっか。うん。おーい。あ、どうしたんだよ。どこ行くんだよ。あったんだよ。え、何が。ほら、あそこ。あ、ああ、キラキラフルーツ。なんだ、めっちゃあるじゃん。村のみんなで作ってるみたいだ。栽培してんの。うん。キラキラフルーツを。うん。マジかい。おお、おお、これ食べたら怒られるかな。こんだけたくさんあるんだからちょっとくらいいっしょ。みなの衆、我々はついにキラキラフルーツをゲットした。おめでとう。そしてありがとう。これを食べたらついにモテる。人気者に注目されて成功できる。キラキラできる。キラ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 。まだ早い。チョロ松兄さん、食べてからだから。フライングすんな。じゃあ食べるよお前ら。せーの、いただきます。待て。あ、微妙に違うんだけど。え、なになに。ほら違う、これキラキラフルーツじゃないと思う。あ、本当だ。ちゃんと見ると微妙に違う。いや、ちゃんと見なくても違う。そして微妙でもない、かなり違う。なんだよ、これキラキラフルーツじゃないんだ。せっかく見つけたと思ったのに。えい、いやぁ、くそー。あー、いや、これがキラキラフルーツだよ。あ、チョロマツ、どうした。絶対にこれだよ、これがキラキラフルーツだよ。いや、違うから。違わない。これがキラキラフルーツだって僕たち頑張ったもん。ここまで苦労してきたもん。お前何言ってんの。僕もそうだと思う。
トッティ？だって僕たち頑張ったもん。これがキラキラフルーツじゃなきゃおかしいよ。は？確かに俺たち頑張ったからこれが本物のキラキラフルーツだな。絶対そうだね。じゃなきゃおかしいね、一松兄さん。はい、そうだと思います。これがキラキラフルーツでしょう。もうそれでいいでしょう。おそ松兄さんはどう思うの？そうだよ、お前もなんか言えよ。わかった、じゃあ正直に言うね。これがキラキラフルーツだよ。おお、だって似てるっちゃ似てる。これしか考えられない。頑張ってよかった。つか今さら違うとか言われてももう無理だから。これが俺たちが探し求めてたものだよ。よし、みんなキラキラフルーツをゲットしたぞ。やったー。というわけで改めて、せーの、いただきます。レロ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 。めっちゃ怒ってる。食べちゃダメなんだ。で、なんでだよ、こんなにいっぱいあるんだから一個くらいいいだろう。あ、売り物なんだ。じゃあダメか。そう言わないでさ、少しだけ食べさせてよ。僕たちはこれを食べるためにはるばるここまで来たんだから。頼むよ、この通りだよ。この通りだ、この通りだよ、この通り。お願いだよ、この通り。ほら、ダメだ、受けない。なにこれ、どういうこと？食べたければ自分たちで作れってことじゃない？よし、モンペチョロちゃん完成。食べたいんなら自分たちで作らないとね。頑張ろ。あいつら準備できたかな。おい、そろそろ畑に行くよ。はーい。えい、ピクニックに行くんか。え、今から畑で農作業すんだよ。知ってる、みんな頑張ってね。お前もやるんだ。こんな可愛いトッティにも農作業やらす気でいるの、ありえない。他の奴らも早くして。はい、よい。なんで酒飲んでるんだよ。まっこい。どこで手に入れた？うまいよ。お前も飲む。へい。あ、待って待って、お化けが出てる。道松、大丈夫？なぜ死ぬ？まだ何もしてないだろ。ふん、情けないぞ市松。
さあブラザーたちよ、俺と一緒にレッツ農作業。なんでそんな格好になっちゃうわけ？意味がわからない。みんなお待たせ。意味がわからない。焼けちゃう。ちゃんとしろ。ほう、なるほどね。あんな感じか。簡単そう。楽勝。余裕。なんしお前ら、キラキラフルーツを作るぞ。おえ？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 どうぞ。どうぞ。どうぞ。いやいや、どうぞ。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 やれよ。お前がやれよ。お前がやれよ。早く。そっちこそ。こうしてる時間が無駄だからさ、ちゃちゃっと始めて早く終わらせた方がいいよ。そう思うんならお前がやれ。おそ松、お前やれ。はぁ、なんで俺なんだよ。お前長男じゃないか。こういうのは長男から先に頑張るもんなんだよ。俺長男じゃねえし。いや長男だろうが。今年で8歳、小2、むしろ末っ子です。何言ってんだお前。じゃあ唐松がやれよ。え、俺はやらなくていいの。なんで？だってかっこいいもん。どういうことだよ。じゃあチョロ松がやれよ。え、僕はみんながサボってないかをチェックする見張り役でしょ。みんな僕の言うこと聞くんだよ。正しい方向に導いてあげる。チョロ松先生と呼びなさい。怖い。お、市松、お前もやるんだ。いや、俺の場合はやるやらないじゃなくて、できない人間だから。は？できない奴にはできないんだよ。だからできる能力を持った優秀な人たちだけで進めてください。そしてもし成果があった時にはちょっとお裾分けしてください。ずるい。はぁ、あ、来た、来た、やべえ。こっち来い。お前もやるんだ。待って待って、やめてお兄ちゃんたち。え、僕土とか触れない。だって見てよ、ほらこんな綺麗で可愛いお手手してるんだよ。じゃあやらなくていい。ありがとう。僕お兄ちゃんたち大好き。いやあ、何しやがる、クソが、チクショーのメガ。ジューシュース、お前さっきから何やってんだよ。野球。なんで、お前もこっち来てやれ。わせ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 。こんなんじゃダメだ、マジでやろうな。ではじゃんけんに負けたやつがやるってことで。行くぞ。最初はグー、じゃんけん。ちょっと待て。ん、何？じゃんけんは何回勝負？3回？1回に決まってんだろ。3回でしょ。え、3回なの？1回だろ。3回でしょ。いやいやいや、いやいやいや、三三三、一一一、どっち？三一。早くやんない？この下りさすがに長いと思うわ。じゃんけんやめて9時にする？9時いいな。いや9時だとイカサマするやつが出てくる。ああこいつとか？俺そんなことしない。絶対やる。しないもん。長い。相撲で決着をつけるか。なんで相撲なんだよ。野球は？やんないよ。じゃあじゃんけんで決めようよ。それは何のじゃんけん？じゃんけんのじゃんけん。どういうこと？バカだからわからないんだな。バカってなんだよ。バカってなんだよ。投げない。やるか。
よっしゃ。まだ一振りもしてない。限界。早すぎ。限界。ったく、これだからニートはよ。兄ちゃんの手本見てろ。はっ。あっ、そう。あっ、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 やばいやばい。どうしたの？お腹痛い。いてお腹が痛い。急に。あ、これは休んだ方がいいやつだ。無理しちゃダメなやつだ。現代人は無理しすぎ。僕も頭痛い。あ、これはあのほらあれだよ、自律神経的なやつがあれってこうなってやばい感じ。やばい。うわ、胃がキリキリする。頑張りすぎたんだ。日頃の苦労がたたったみたい。僕かわいそう。す、肉離れだ。これは交代しないとね、選手生命が。す、あ、持病のヘルニアが出ちゃった。ああ、ヘルニア。おう、マラリアにかかっちゃった。マラリア。す、あいつらすごいね。チョロマツ兄さん、やろうよ。え、僕たちいつまでこんなことやってんだよ。毎日何もしないで、モテなくて金もない。でも今回の旅は本気なんでしょ。キラキラするんでしょ。ねえ。俺たちにもできる。できる。自分を信じろ。ああ、おい、
もうすぐ完成だす。人類がきっとびっくりするだすよ。楽しみだよ。ねえ、カカシ置いといた方がいいかな。そうだな。ああ、え、ずいぶん頑張るね。大丈夫？手伝おうか？うん、僕一人で完成させてみせるよ。何作ってんの？とってもいいもの、楽しみにしててね。カラマツ探検隊は森の奥へと進んでいった。すると、気をつけるんだ、カラマツボーイズ。ここは隊長である俺が先に行こう。善と有望なカラマツボーイズの身を案じ、勇敢なカラマツ隊長は自ら危険に身をさらした。とその時だった。うわ、これは底なし沼だ。隊長が宙吊りに。なんだこれは、森が怒っているとでも言うのか。しかしカラマツ隊長の活躍により探検隊は旅を無事に終えた。いいかカラマツボーイズ、俺は決して逃げない。お前たちの身を守るのはこの俺だ。手伝おうか。ああ大丈夫、僕一人でやってみせる。もうすぐ完成だ。さ、もうひと踏ん張り。行け、わかった。
ありがとう、生き返る。おーい、できた。一松、とどまず、洗濯物干すのを手伝って。はいよ。とどまず、おい、まさかおい、みんな、とどまつが逃げたぞ。とどまつ、末っ子こら、戻ってかい。大崎です。お疲れ様でした。ありがとうございました。いつできるのかな。ん？何が？キラキラフルーツだよ。ああ、そろそろなんじゃない。知らねえけど。何それ。え、おそば兄さん食べたくないの。別に。はあ、なんだこいつ。僕は早くできてほしい。てか、まだできないの。大変すぎない。トッティも疲れたんだけど。疲れた、ドロップアウトしたい。よしブラザー、じゃあ疲れを癒すためにここでカラマツが一曲歌ってやろうか。え？本当なのかな。一松兄さん、食べたらどんなやつでもキラキラできるなんて、そんなこと。そりゃ本当でしょ。だってキラキラフルーツだもん。どうなんだろうな。本当だって。だってそう書いてあったもん。でも俺何もしてないよ。今まで何も頑張ってこなかったやつが急にそんなことになる。まあそれは僕もだけど。僕もだけど。僕も。
お前たち何がしたい？え？もしキラキラできた時の願望は？モテたい。同じく。え？一松兄さんも？どうしたの？十四松君、今までの私とは違うのだよ。気持ち悪い。おい、かっこよくなりたいな。トッティは？僕は成功を収めたい。成功？何の？それは分かんないけど。は？自分のステージを上げたいんだよね。ステージ？何の？それは分かんないけど。は？ジオシマツは何がしたいんだよ。僕は二刀流になりたい。何言ってんの？カラマツは？俺はワンマンライブかな。大勢の人間から拍手喝采を浴びる。というわけで一曲歌おうか。え？ああ、もう眠い。疲れた。疲れたね。寝よう。寝よう。おやすみ。おやすみ。みんな大変だろうけど、きっともう少しだと思うからさ、頑張ろうね。いやーでもできるの楽しみだな。キラキラフルーツ楽しみだったんかい。なんだそれ。え？何これ、なんでこんな目に遭わなきゃいけないの。僕たちなんかした。意味がわからん。理不尽だ。キラキラフルーツ、もう無理。頑張っても意味ない。どうせこういうことになるんだよな。母さん。はい。うちのニートどもは最近見ないけど、どこで何をやってるんだ。さあ。臨時ニュースです。ん？先ほど神仏子たちが赤塚署より釈放されました。この度は申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。あらまあ、今度は何をやらかしたの。彼らが所持していたのは人体にどえらい影響を及ぼすと言われている通称ヒピポの実。所持使用することは世界的に禁止されていますが、近年巷にはびこっているのです。バカだな。親の顔が見てみたいよ。はい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 。ヒピポの実は特 A 級の危険果実。
近年は裏社会で高額で取引され、犯罪組織の資金源にもなっています。いわゆる現代社会の敵です。皆さん、使用所持することはもちろん、間違っても栽培など絶対にしないでください。もし栽培なんてしくさった場合は終身刑です。できた、やっとだね。よく頑張ったぜ。じゃあ食べよう。キラキラしよう。せーの、いただきます。人間は僕たちと違って過ちを犯すもの。しっかりと反省して出直しましょう。さあ早く、今回の旅はここでおしまいです。いいのかな。僕たち何しに来たの。もう少しだったじゃん。このまま帰っちゃっていいのかな。はい、そうだよ。今回の旅で僕たち変わるんだよね。まだキラキラフルーツを食べてない。そうだ、キラキラフルーツ。いい加減にしてください。食べたら誰でも輝ける幻の果実、そんなものが存在するわけないでしょう。期待値はゼロです。いや、ある。ない。ある。ない。ある。ない。うわっ、やばい。ほら見てください。違う。てか最初の段階で気づいてましたよね。なのにごまかしましたよね。絶対にこれだよ。これがキラキラフルーツだよ。だって僕たち頑張ったもん。俺たち頑張ったからこれが本物のキラキラフルーツだな。じゃなきゃおかしいね、市松兄さん。これがキラキラフルーツでしょう。もうそれでいいでしょう。これがキラキラフルーツだよ。おー、僕たち見てました。そういうところだぞ。そもそもあれはキラキラフルーツじゃないんだから、食べても意味ないんですよ。分かってたでしょ。はい、本心を言いますと、かなり序盤の段階で我々はあれがキラキラフルーツじゃないことは気づいておりました。ほら、だからずっと意味がないことをやってるんです。しかも犯罪。何やってんの。目覚めました。うん、帰ります。うん、では、
司令官。おお、毎度。ドンチビタ様、今回は何が手に入ったんだ。うひょひょ、きっと大儲けできるざんす。ヒピポの実ざんす。おお、流行ってるらしいな。おい、こんなに？やったざんす。ちなみにこれを食ったらどうなるか知ってか。みも詳しいことは知らないざんすが、何でも食べたらどえらいことになるらしいざんす。マジで見てみたい。それはコやめろバーバのブーツを台無しにしやがって。やってしまうざんす。出たところ主犯格の犯罪グループが脱走抵抗しています。やれやれ、バカやってるわね。あれは今世間を騒がせているヒッポの実です。食べると一体どんな影響があるのでしょうか。みんな知らないの。じゃあ教えてあげようよ兄さんたち。この実の名はキラキラフルーツ。キラキラフルーツ。食べたものはたとえどんな人間であろうと必ずキラキラと光り輝くことができるという。モテる。人気者になれる。注目される。成功できる。つまりキラキラできる。キラキラできる。なんだって。いや違うから。デマです。聞いたか母さん、キラキラできるらしいぞ。そういうことだったか。こうしちゃいられない。こうしちゃいられー。
ないだって。大丈夫。早く。みんなありがとう。行くぜ、ブラザー！イグニッション！イグニッション！キラキラするってよこせ！俺のもんだ！俺にもよこせ！シェーン！なんか血がいっぱい来た！なんだこれ！キラキラよこせ！ブラー！シェーン！ブラー！キラキラフルーツなんてないのに！てか、そもそもどこで手に入れた情報なんですか？え？コンビニの立ち読み。あ？雑誌の後ろの方のページに書いてあったんだよね。Yeah!
信じてよかった。これで僕たちもついにやりきったな、お前ら。努力って報われるんだな。じゃあ食べよう。行くぞ、せーの、いただきます。ジャンプ。重力、タレが落ちる。だけど空には星が。これでいいのか。